今日はですね、えー、ストロークの練習方法ですね。距離感を合わせるための練習方法をご紹介していきます。でまあ、僕のおすすめの練習方法と逆にこれあんまり効果なかったよねっていう練習方法をご紹介していきます。あんまり効果なかった方をね、やってるコーチには申し訳ないんですけども、まあ、あの、あんまり効果ないと僕は思うんで、やめといた方がいいかなと思います。 でこの前ですねジュニアのレッスンでこの練習法をやってて、えー、ジュニアの子の打ったボールに僕のドテッパラがぶち抜かれてその時僕イラッとしちゃったんですけどねイラッとしちゃったんですけどこれあのセンサーの打ったボールがコーチに当たるっていうのは100%コーチが悪いですコーチのスキル不足ですねでまあんでかって言ったらコーチはねあの本来あの当たらない位置だったりとか位置取りだったりとか あとは出し方だったりとか。で、売って、生産のがってるところを見るだったりとか、当たらないようにトレーニングしてるんですね。で、それができてなかったから当たっただけなんで、単純にスキル不足っていう話なんでね。なんで、まあ、わざとはダメしよう。わざとは <laughs> やめてほしいんですけど、えー、まあ、わざとじゃないけど、当たったボールは全然気にしなくていいです。生産はね。もう全然気にしてもらう必要ないと思うんでね。 ちょっと軽くごめんねぐらい言ってもらったら全然大丈夫です。ね。えー、逆にね、これを、あの、当たって、どうのこ度の言うコーチは、もうコーチとしての、あの、伸びしろないと思うんで、ちょっと自分のレッスン見直してもらった方がいいと思いますね。はい。ごめんなさいね。全然関係ない話になっちゃったんですけども、えー、練習の方を紹介していきます。まず、おすすめの練習ですね。おすすめの練習、これです。右足で立ってもらって、ピタッ 止まって打つ右足で立ってもらってそのままボールに入ってピタッと止まって打つっていう練習法です。これねめちゃめちゃ効果的です。何の練習かっていうと距離感の練習です。距離感を測る練習ですね、えー。距離感っていうのは基本的に軸足で測りますんで、えー、軸足を意識できるっていうのとあとはちゃんとピタッと止まって打てるっていうことは しっかりスイングできるところに軸足を入れれてるっていうことなんですね。この距離感を測るためには軸足が大事なんでそれを意識するっていうのとあとは軸をしっかり作れるっていうメリットがあります。ただめちゃめちゃしんどいです。これね見てたらもう分かると思うんですけどめちゃめちゃしんどいんで5年配の方はちょっと厳しいかなと思います。まあねあの5年配の方に僕このやり方を。 やったことはないのでマーチン怪我するんでね、えー、なんで体力のあると思う方はやってもらったらいいですで、これバックの場合ですねバックの場合は左足が、えー、軸足になりますんで左手立ってもらってボールのところへあこれ今距離合ってないですねで距離感の練習とえ軸を作る練習になりますねいや、むちゃむちゃしんどいですむちゃむちゃしんどいですただめっちゃ効果的なんでおすすめです 次はあんまりおすすめじゃない練習法ですね。これ結構ね、よくやると思うんですけどえ、左手でボールをキャッチしてそのまま落として打つ。別にやったらダメじゃないんですけど、これ何の意味もないです。えー、まず距離感を測る練習として、まあ、やってる方、まあ、取り入れてるコーチっていうのが多いと思うんですけど、 これね、全く距離感測れないです。さっきも言ったように、距離感って軸足で測るんで、これだと、左足が先行しちゃうんですよね。軸足と反対の方の足が基本的に先行してしまうんで、これじゃ距離測れないです。あと、こう、ボール落としたところが、えー、打点になるんですよって、あの、よく言うんですけど、この左手の出し方っていうのが、あ、これバックですね。あの、出し方っていうのが、 結構ね、みんなバラバラなんで、ばらつくんで、僕らは打点が分かってるからそこに出しますけど、実際ね、あのじゃあ強制法として、この練習をやった時に、みんな左手ちゃんと打点のところには出さないんで、なんで、この練習法はね、あんまり意味ないです。僕もやったことあるんですけど、あんまり意味ないと思うんで、まあ、やめといたほうが、やめといた方がっていうか、やっても意味ないよねっていう感じです。 はいいかがだったでしょうか最初にやった練習マジでおすすめです。これねあの、ジュニアのレッスンとかでもやるんですけど、やったら変わります。もうやって割とすぐあの変わるんで、結構おすすめですね。結構距離感合うようになってきたり、ラケット振れるようになってきたりするんで、で、後にやった練習はめちゃめちゃおすすめしないです。やってるコーチね、結構多いと思います。僕もね、やったことあるんですけど、 意味もう全く変わんないんですよねそのやったあとと前とでジュニア、まあ、ジュニアのレッスンでね結構こういう強制法とかはやるんですけどやる前とやったあとで全然ジュニアの動きが変わってこなかったり距離感が変わってこなかったりするんでなんであんまり後の方の練習っていうのはまあ、効果薄いのかなと思います。 もちろんね、やってダメなわけじゃないんですけどね。ダメなわけじゃないんですけど。やってるコーチには申し訳ないですけどね。あの、あんまり僕は、ええー、この練習で効果があるとは思えないんで、えー、まあ、参考、参考まあ、参考にしてください。はい。えー今日もご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録と評価の方よろしくお願いします。バイバイ。